蒸気機関車、イギリスの鉄道会社グレートウェスタン鉄道ナンバー6833通称カルコット・クレインジ。イギリスのブリストル・テンプル・ミズ駅にて、電気機関車、イタリア鉄道会社、トレニタリア FS クラス E412 機関車は、鉄道車両の一つで、その車両の中に動力装置を有し、駆動を行わない他社を前から牽引、もしくは後から推進して、 線路上を運転する車両のことである。機関車に牽引推進されるのは動力を有しない客車、貨車のみならず、電気方式の相違、故障、改装などの理由で自社の動力を使用できない、または、勾配区間で出力が足りない電車、機動車、機関車である場合もある。基本的に機関車は、列車の駆動のためだけに存在しており、自社には、 旅客や貨物を搭載しない場合がほとんどである。動力源によって一家のように分類される。無過剰気機関車と圧縮空気機関車を総称して、無可機関車と呼ぶこともある。また客車に動力装置を搭載したものは、その動力によって、電車、機動車と呼ばれている。機関車は旅客用と貨物用で区分されることがある。旅客用の機関車は高速性能を重視した設計に、 なっているのに対して、貨物用の機関車は牽引力を重視した設計になっている。また当器において、蒸気機関車以外の機関車で蒸気暖房を使用する列車を牽引する場合や、機関車から電源の供給を受ける電気暖房を使用する場合は、それらの暖房方式に対応した機関車が必要となる。ただしタンク間で暖房なしを割り切って使う場合や、 暖房車により暖房用蒸気の供給を行う場合などもある。蒸気機関車の時代には旅客用と貨物用の区分はかなりはっきりとしていた。蒸気機関車の性能特性は、動輪の最大回転数が極端には変わらないため、その直径に影響を受ける。動輪が大きい場合は、輪軸の原理により高速走行が可能になるが、その分トルクが落ちるので牽引力は犠牲になる。また、 蒸気機関車の場合は固定軸挙が動輪の大きさと数によって決定されるが当然これには上限がある一方動輪の数は多いほど粘着には有利である。したがって旅客用蒸気機関車は外して大きな車輪を比較的少数備え貨物用では小さな車輪を多数揃えるものが多かった。例えば日本では旅客用蒸気機関車の大半が 同輪三軸の C 型であり、貨物用の大半は四軸の D 型である電気、機関車やディーゼル機関車においても黎明機では明確な違いがあった。例えば EF58 型と EF15 型では、定格出力、制御系はほとんど同じものを装備しているが、歯車比が大きく異なり、前車は速度重視の旅客型であり、後車は軽引力重視の貨物型である。電車や、 機動車に分類される車両の中にも、客室も荷物室もない機関車に近い機能を持つ動力車と客車から構成されるものもある。これらの動力車は特定の客車と固定編成になっていることから、機関車ではなく、電車や機動車に分類される。事例としては、フランスの TGV、イタリアのイター500、ドイツのアイス1、アイス2、イギリスの IC200 などが挙げられる。 機関車は単独で走行ができることが原則である。そのため、大部分の機関車は、運転台を持つ。アメリカなど列車規模が大きい国では、他の機関車の運転台からの制御を受けることを前提に、それ、自体には、運転台を持たない機関車があり、B ユニットと呼ばれている。大部分のテンダー式蒸気機関車、アメリカなどの本線用のディーゼル機関車のように、 後方の視界を考慮しておらず、連結時のバックなどを除いて、基本的に前進のみを想定している機関車と、タンク式や変形テンダーを付けた蒸気機関車、蒸気以外の電気、ディーゼル機関車のようにどちらの方向にも視界が良く、前進、交代両方向で運行が可能なものがある。ものによっては、前者でも交代運転が不可能ではないが、極めて限定的であり、かつ運行上、 保安上危険であることから、転車台やデルタ線などで方向転換が必要となるか、総括制御できる車両の場合は背中合わせに連結して2台以上セットで運行する必要がある。急行バイク間では、機関車1両では出力が不足するため、機関車を2両以上使用したり、補助の機関車を最後部に連結しや押しをさせる場合がある。 機関車を2両以上連結することを10連という。また、勾配区間などで使われる補助の機関車を補助機関車という。前述した運転台を持たない B ユニットは補機専用の機関車である。なお、日本の500系電気機関車のように2車体連結構造となった機関車も少なくない。通常、こういう構造を持った車両は2車体でも1両として扱われている。 機関車牽引列車では、列車の推進力はすべて機関車が賄うが、制動力は、機関車のみならず非牽引車である客車、貨車も一部分担する。また、運転、制御の機器はすべて機関車に搭載されるのが、原則であるが、ヨーロッパを中心に推進運転用に運転台を持った客車や貨車を連結し、機関車を制御する場合も多い。ありがとうございます。